はい、おはようございます。トライジャーのボスです。いつもお世話になります。今日は名古屋モーターサイクルショー初日です。現在8時20分。今日はね、外で初めてこのインディアンモーターサイクルさんのこれお借りしてるんですけどね、ジキルアンダーハイドマフラーを、音を鳴らそうと思ってます。外で名古屋モーターサイクルショーはね、外で音を鳴らせるんで、実際の音を聞いていただこうと思ってます。で、GSR、1250GS、これも人気があるんで音を聞いてもらおうと思います。お見せいたします。で、屋内にはトライジャーのブースを、真っ白けけけで、出してます。今回ね、前回の名古屋、東京モーターサイクルショーと、にちょっと新しく変えて新作のブレイクアウトです。前回とちょっと変わってます。いろいろね、ヘッドライトカウルや新しいメーターステーや、ね、いろんなものをちょっとつけてます。もちろんこちらの、ロングフォークのブレイクアウトもシシバ磨いてくれます。はい、鈴木君おはよう。はい、おはよう。こんな形で、つけてます。で、BMWR18 のカスタム車両ね、であったり、スポーツタイス、ナイトスター、FXBB で、パンアメリカで、補助輪ね、ぐらずらずらっとこれだけ車両を並べております。はずす。こういった形で、皆様のお越しを3日間、今日、明日、明後日3日間、お待ちしてます。ぜひとも、遊びに来てください。お待ちしてます。なんかね、いつもながらこれ光量がね、明るすぎて、ほら違うんだね、暗くないんですよ。ただ、ハレーション起こしてるだけですよ。はい、3日間名古屋、愛知県国際ホールですかね、セントリア空港のところですね。で、お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いつも応援ありがとうございます。なんか鈴木君よく働くよね、本当にいつも思うけど、お金も何も払ってない、ただのお手伝いなのに、なんでこんなにしてくれるんだろう、後が怖いよねって思う時があるよね。鈴木君、一体あなたはなぜ手伝っていただけるんでしょうか、こんなに。鈴木君、はい、なぜあなたはこんなに頑張ってお手伝いをしていただけるんですか。いや、綺麗にするのが好きなんで。綺麗にするのが好きなんで。心が綺麗なんですね、すごいね。僕は心が真っ黒だから。ドドドドドドド。まあ、こんな形です。3日間楽しみましょう。お願いします。